コンスタンティーヌトラムはアルジェリアの都市コンスタンティーヌに存在する路面電車2013年に開通した路線である道路の混雑緩和や公共交通機関の拡充を目的としてアルジェリアでは2000年代以降主要各都市に路面電車を建設する計画を進めているコンスタンティーヌの路面電車であるコンスタンティーヌトラムも その一つで最初の路線は2013年7月4日に開通式典が行われた後フランスからの独立記念日にあたる翌日から営業運転を開始したその後2019年6月3日に延伸区間が開通している運営はアルジェリアの他の路面電車と同様フランスやアルジェリアの公共交通事業者や運営組織が出資した特別目的会社の セトラムが行っている。長い歴史を有するコンスタンティーヌの旧市街は、道路幅が狭く、勾配も急であることから、路線は、旧市街からやや離れた場所に建設されており、2019年、現在は、旧市街と接続するベン・アブデル・マルク・ランダーヌと、住宅地の開発が進んでいる、カドリブラヒムまでの全長1 4 7トルの路線が存在する。 この開業に合わせて、ルメル渓谷を渡る路面電車、歩行者専用の橋梁が建設されているほか、併用軌道が設置された区間では、自動車レーンを狭めて一方通行とするなどの制限が行われている。始発列車は午前4時台、最終列車は午後10時台に設定され、平日は4から5分間隔、休日でも最長6分間隔という高頻度運転が、 実施されている。運賃は400リナールで、10日間使用可能な乗車券も320リナールで発行されているほか、月額1200リナールで自由な乗車が可能となる、定額制ガード、トースサールも利用可能である。2020年時点での総利用者数は1620万人以上を記録している。下位数4 0 2に撮影。 コンスタンティーヌトラムで使用されている車両はフランスの鉄道車両メーカーであるアルストムが展開するシタディス402である。両運転台の7車体連接車が導入されており営業運転時の平均速度は時速 20km である。開業時に導入された27両はスペインバルセロナにあるアルストムの工場で生産された。工実する車を含めた使用は 以下の通りである。コンスタンティーヌトラムでは、モアメブディアフ空港方面への延伸を計画しており、完成後の全長は2 5トルとなる予定である。また、それに備えた24両の車両増備が進められており、アルストムをはじめとするフランスやアルジェリアの企業の出資によって設立されたシタルがアンナバに有する工場で生産される。 ただし2020年時点で車庫に収容可能な車両数が47両に限られていることから6両についてはアルジェリアの首都アルジェのアルジェトラムへのリースが検討されている。ありがとうございます。